つ答えろ。サンジ、なぜ助けた？父親が悲しむ。血を分けた実の家族の死を嘲笑う程度の小さい男になったのかと呆れられる。あの人に顔向けできねえような生き方は俺はしねえ。お前は俺の父親じゃねえ。二度と俺たちの前に現れるな。よく分かった。もうお前にもイーストブルーにも近づかない。約束しよう。いいかおめえら、よく聞け。ママ、ベッジの野郎が裏切りやがったんだ。俺がお前らを入れたまま人間に戻る。その俺をシーザーが抱え、空を飛んで逃げる。あの化け物め。一人残らず始末するぞ。門を開けろ。ギャングベッジ、お前がシーザークラウンと空へ逃げるまで我々ジェルマが護衛を受けよう。